はいメールチンプを使うメリットというところについて今回は見ていきますメールチンプで何で使った方がいいかっていうとまず1つ目ですね画像とか動画を使って自社の色が出せる色とか、まあ、価値観とか世界観をこう出していけるということですねテキストメールだとねやっぱ画像入れたり動画入れたりっていうのは例えば入れられたとしても不自然になってしまいますよね HTML メールという形式で綺麗にね、ブログ記事のように、綺麗に画像とか動画を使っていけるので、文字情報だけよりもね、こうイメージしやすくなりますよということです。でまあ、画像をね、例えば自社の,その自分のこう雰囲気とか世界観を出せるような画像を作れ、をね、こう出していくのであれば、よりね、この会員様のこう、あなたへの信奉心というかね、あなんとなくやっぱいいなとっていうようなものを感じてもらえますよね。この視覚的に感じてもらえますので、ぜひこういうのも使ってみてください。で、二つ目ですね。 開封率とかリンクのクリック率を計測できますと。これすごく大切ですよね。どれくらいの人がこうオープンしているのか。さらには、その中になんかね、紹介するリンク、クリックのね、リンクが入っていたら、それをクリックした割合が見れますので、どれくらいがこうクリックしてページが飛んでくれてるのかなっていうのがわかりますので、それによって対策が打てますよということですねで。3つ目ですね。見出しやボタンの設定ができるので読みやすいです。これ読みやすさってとても大切ですよね。 さっきも言った通り、画像とか動画をブログ記事のようにできるってお伝えしましたけれども、見出しをつけられるわけです。これもブログ記事のように。なので、まあ、見出しがあると、やっぱね、文章っての読みやすくなりますので、こういったものもね、使いやすいですよと。あとはボタンですね。申し込むとか、このページの詳細を見るとかいうようなボタンが設定できるので、これもね、まあ、利便性は高いですよということですね。で、四つ目ですね。通常のテキストメールも使えますよということです。 画像とか動画をこう無理くり使うんじゃなくて、もうテキストだけで読ませたいなっていう時ですね。まあ、場合によってはこのテキストメールの方が結果が良かったりしますので、そういう場合でもご安心くださいと。テキストメールも使えますよということになりますので、まあ、メールチンプを使うメリットはね、こういったものがあるんじゃないかなと思いますので、ぜひ参考にして取り入れてみてください。